高輪弁護団の弁護団長の一人で共同代表であります川井でございます。今日はあの日経新聞その他でですね、あの要するにあの判決には事実誤認があると、だから大したことないんだということを言って、いるんですが、あのそれは全くの間違いだということを説明します。規制委員会の委員長がですね、事実誤認があると述べたと。実際には耐震クラスが最高の S となっている使用済み核燃料プールの給水設備が B とされていることなどを例に挙げた。これはですね、あの全くの間違いでございます。判決ではですね、判決の42ページ、あの高浜の決定の42ページにですね、こう書いてあります。まあ、皆さん手元にある、あの後で確かめてください。42ページの一番下の行です。使用済み燃料プールの冷却設備は耐震クラスとしては B クラスであるが、で別紙3の別記2の第4条に参照と書いてあるんですね。で、その別記を探すと、今度はですね、ちゃんとですね、この判決の中に引用されている別記の別紙3なんですけどね、原子力規制委員会が出した規則の解釈と称する書面の55ページ、この別紙、判決の55ページじゃなくてね、別紙の55ページ、判決の42ページで、別紙の55ページで、B クラスと書いてあって、ね、使用済み燃料を冷却するための施設ってちゃんとはっきり書いてあるんです。ということは、原子力委員会の決めた規則に基づいて、規制委員会が作ったその規則に基づいてちゃんと書いていると。で、規制委員会の委員長が自分が作った規則も理解してないということが分かった。そういうことです。もう非常に恥ずかしいことです。で、なんとかこの判決の効果をですね、薄めようとして、文字通りあることないこと、まあないことばっかり言ってるんですが、もう非常に典型的な例がその例です。で、なんでこういうことになったかっていうと、実態はですね、関電はそのこの調書、第8回口頭弁論調書でですね、こう言ってんです。使用済み燃料ピット冷却設備は耐震クラスとしては B クラスであるがって書いてある。で、このことは認めてんです、ね、だけど実際には基準地震度 SS に対しても十分な耐震安全性を有しているって自分で言ってんです。自分で言ってるだけなんです。で、このことは規則からとにかくこれは B でいいっていうことになってるところも確定してるんです。で、あっちは確かにそれはだけど、そうなんだけど、S クラスに上げてあるよって言うんだけど、それはあの規則の問題ではなくて、事実そうしてる。で、事実そうしてるかどうかは分かんないわけですよ。相手が言ってるだけ。だから、あの、田中委員長の反論は全くなってない。もう恥ずかしい。あの、こういうことでですね、反論ができてるなんて思うのは恥ずかしいので、ぜひ皆さんですね、この事実誤認というのはもう厳しく誤りを指摘されたということを報道してください。そうしないとですね、あの、この国民が誤解します。あの判決はいい加減な判決だって誤解します。で、そうじゃないんだと、ピシャッと。これはね、形式的に確かめられることですからね。そうです。もう、あの、この判決文の中に裁判所はちゃんとですね、規制委員会が作った文書を引用して、この決定を書いているわけでね。まあ、やっぱり本当に裁判官に対する名誉毀損みたいな面もあります。本当にこんな大きな記事書くんだったらね、あの、この日経さんも、ね、事実誤認あるなとか言って、事実誤認があるって、まあ確かに括弧がついてるからいいけれども、その事実誤認かどうかということは各社に専門家がおられるんだろうから、規制委員会が出してるこのね、ちゃんとあの判決文の別紙ですから、判決文皆さんお持ちでしょうから、別紙を見た上でですね、どっちが正しいかどうか見識を持って書くべきだとはっきり言っておきます。